三重県旅行記。ここでは三重県で輝く方を1ヶ月間マンスリーゲストとしてお迎えして、これまでやってこられたこと、これからやろうとしていること、三重県にかける熱い情熱を深く掘り下げていきます。今月のゲストは四日市商工会議所副会頭、久喜産業株式会社代表取締役会長、そして電子指定プロジェクトの代表発起人である久喜文七さんをお迎えしてお話をお聞きします。よろしくお願いします。この電子指定プロジェクトについて深くお届けしていこうというふうに思っております。まず電子指定は2017年3月まで料亭浜松本として100年以上こう営業してこられた場所でした。この旧料亭にですね、新しい角度からこうスポットを当てて、で文化交流施設として、復興させて地域に価値をもたらそうとしているこの電子指定プロジェクト、このきっかけをですね、教えていただければと思うんですが、浜松本という料亭に変わって営まれて100年以上で、そこの館がなくなる、それってどんな意味があるんだろうっていうのを改めて考える機会、きっかけになったんですよね。そこからいろいろ考えながら、料亭という形ではやっぱり経営というのはすごく難しい時代になってきてる。この館の存在意義、意味っていうのは何なんだろうかなっていうのを自分自身考えてみました。私自身考えたってことは、私の父や祖父の、あるいは曽祖父の時代をこの館は知ってるんですよね。その時代っていうのは明治大正昭和の初めの四日市がすごく元気、いろんな産業が起こしてて日本をリードしていく、曽祖父や祖父が、あるいは四日市のその当時の経済人たち、財界の人たちが集まって食事をしながら見学の議論をして、そしてこんな会社を作ってこう、こんな会社を作ってこうというような議論をされた場所である、すごく意味のある場所だなと思いました。ともう一つ大きなポイントなのが戦争ですね。太陽戦争で四日市は昭和20年の6月20日から何回も何回も空襲を受けます。そして市街地は、中心地はあれだけ野原になります。伊藤伝さんのお住まいだった場所は残ったら、ちょっと外れてて港の近くにあったんで、それもいろんな、やはりこう火の粉をかぶるのをいろんなその当時の方々が努力して守ってもらったというような場所。この場所はやっぱり誰かが守るんだけど、で実際のいろんな情報を、私が知る限りの情報では、どっかのセレモニーの会社が東京か大阪か名古屋か分かりませんけども、こう買いに来てる。だから何とかしてここを守れるんだったら、四日市での人たちのために、なんか別の形で、料亭とは別の形で維持できないかな、そんな思いが固まってきた。なんとか私たちがに売ってもらうというなり、そして、いろんな手を加えながら少しずつですけども進んできているというところですかね。なのでここでぜひお伝えしたいのが、料亭浜松もを基準に料理をやってるという発想感ではなくて、それよりも前の歴史にスポットを当てたいという、このことですよね。本当に多くの人たちは100年以上料亭だったんですから、あそこは料亭だと思ってる人がいるんでしょうけども、料亭ただ食べるだけじゃなくて、そのような新しい時代を開拓していくような人たちが、エネルギーが、ごめくっていうかね、そこでこういろんな交流があった、その場所、その思いを引き継ぎたいなと私は思ってるんですよね。そしてさまざまな方々の出会いの場、そして交流の場として何か形作るのが今後作っていく、今でもいろんな人たちの交流の場にはなってもらってると思いますけどね、それが本当に皆様の役に、なんかここに来るとなんか元気が出たねっていうような、そんな場にしていきたいなと思っておりますね。ありがとうございました。